誰もいないみたいです。まるで昼下がりの海の底のように静かです。そう、かけ終わった掃除機のように静かね。雪の降る夜明けのように静かです。湖畔の森の影のよう。真夜中過ぎの宇宙の曲がり角のようです。いい加減に私を無視するのはやめなさいよ。いえいえ、ドロシーちゃんはチャチャたちの騒がしさに比べたら、まるで月夜の霞草のようにおしとやかだっていうことですよ。あら、そうなの？え、まるで噴火の前の活火山のようにおしとやかよ。そんな。え？ところで、今頃チャチャたちはどうしてるでしょう？え、そうなのよね。私も可愛いシーネちゃんがどうなったか心配だわ。そうだ、水晶玉で見てみるわ。優しい。お掃除を洗濯するでしないないと大変ね。エリザベスも心配してます。あ、そう。優しいセクシードロシーちゃん、見えてきた。これはどうやらチャチャたちはお月の砂漠に向かってるみたいね。なんですって、お月の砂漠？確かあそこにはアルアルオアシスという綺麗なオアシスがあるんです。アルアルオアシス？ドロシーちゃん、遊びに行きましょう。それ。冗談ですよ。暑い。チャチャさん、大丈夫ですか？ダメなのよ。ありがとう。リアは遅れてるみたい。おい、見ろ見ろ、トンネルいっぱい作ったぞ。どうした？バカかお前、この月の砂漠は昼間は50度もあるんだぞ。何、50度？へ、どうして暑いと思ったぜ。はぁ、あ、暑い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 、へぇ、暑い。二人とも頑張ってください。この地図によると、いいじゃん、おんぶ絡むな。もうすぐあるあるオアシスだ。それまで我慢しろ。何それ？ここどこ？あるあるオアシス、ここか。ここです、ここ。わーい、オアシス、オアシス。オアシスって何かな？砂漠の中にある水が湧き、木が茂っているところのことです。砂漠の中にある水が湧き、木が茂っているところ。砂漠の中にある水が湧き、木が茂っているところ。よし今チャチャたちの向かっているところ。お月の砂漠、アルアルオアシス。そうだ、チャチャたちはそれ以上先に進むことは絶対にできん。なんでだよ、アンサー。アルアルオアシスには最強の魔人火山弾がいるのだ。火山弾？しかしカイマオ様、主張の剣ウィンドクリスを手に入れたチャチャの強さは半端じゃない。最強の魔人といえども勝てるかどうかでやんす。ならばお前たち、これからあるあるオアシスに行って火山団に伝えてこい。シャチャたちが近づいていることをな。お前たちの目で火山団の力を確かめてくるがよい。果たしてうまく伝えることができるかな。ここがあるあるオアシスでやんすね。火山弾はどこだす？どんなやつか聞くのを忘れたでやんすね。火山弾いるだすか？火山弾返事するでやんす。火山弾、火山なんだ、いないだすよ。何か聞こえるだす。いびきでやんす。いるだすよ、この辺に。どっかで寝てるでやんす。ん、いないだす。岩の上から見つけるだす。
誰？ヨーダスと申しまして、生まれはヘメヘメ山のふもとチョコマカモリのヘポンコのほとり。ヨーダス、何をブツブツ言ってるでやんす。早く登って探すでやんさ。誰？僕、はいでやんす。寝てたのよね、私。そうでやんすか。起きちゃったじゃない、あんたたち。うるさいから。お前がかさったんですか。我らは大魔王様の使いだ。聞いてる、人の話。はいでやんす。私ね、起こされるの嫌いなのよ、もう。ん？怒っていい？ああ、もうダメ。怒っちゃったみたい。ひねるぞ、ちぎるぞ。わしらは大魔王様の使いの者ですよ。大魔王様の命令を持ってきたでやんす。うるせえ、かじわるぞ。気絶しそうでやんす。そこにいる奴を止めるです。よし、わしはタイミングして眠らせるでやんす。あなたはだんだん眠れる。ないないわしじゃん。暑いよ、疲れたよ、腹減ったよ。ひねちゃん、牛丼買ってきて。やめろ。あ、喧嘩はダメよ。あ、そうだ、魔法だ。入れよう、とっても涼しいもの。くそ、無理。さすがチャチャさん、かわいいですね。全然ならない。そよ風のさの字もありませんからね。ひねちゃん、焼きバーガー。倒れてるよ、お前。うわ、ぐらぐら。チャチャさん、お願い、シールちゃん、魔法で氷出して。それが高圧いと精神が集中しなくて。だらしねえの。何のための魔法使いだよ。お前こそ何の役に立つんだよ。二人とも体はダメね。お、水の匂いがするぞ。え、お、見ろ見ろ、あれがあるあるオイスじゃねえか。あ、ほんとだ。チャチャさん、ほら。さあ、チャチャさん、もう少しの我慢です。行きましょう。行こう。ちょっと待てよ、シネちゃん。なんだよ。俺役に立ったろ。少しな。見直したかよ。ほんのちょびっとな。じゃあよ、おにぎり弁当買ってきてよ。わー、来た。わー、すず。あちら来たんだす。あのやかましい連中ならきっとすぐに火山弾は目を覚ますでやんす。火山弾ならチャチャを倒せるんだす。楽しみでやんすよ。お前うるさいでやんす。やったー。生き返りました。くらー。もういいやったら。いいだすね。もっと奴らはおるでやんす。あれ、この曲は僕らのお元気ソングですよ。あー、思いっきり歌いたい。ダンサー。砂漠はなんだ、光や太陽なんだ、ワツワツワツの
で今背中ぶったの。なんか起きちゃったんだけど。ねえ、怒っていい？あ、ダメ。もう怒ってるみたい。なんでしょう、これなんでしょう。私すっごく怖い。火山だ。ファイラー潰すな。しずちゃん、しずちゃん、しずちゃん、なんなのこれ。ああ、バカか、こいつ気絶したまま走ってる。どうしよう、返信もできない。よし、私の素敵な魔法で。レオ、なんでもいいわの岩。されるの嫌いだぞ。だってよ、こいつ寝起きが悪いんだ。わかった、レオ、ごめんなさい。なんだっけ、ごめんなさい。よーし、今度は俺だ。じいちゃん直伝の眠らせ方だぜ。おりゃ。それって寝ないから頭突きで気絶させられてるんじゃないって言っても聞こえないか。ゆでちゃん、ゆでちゃん、起きてよ、起きて。あ、起きた。あ、チェツさん、おはようございます。あ、なんだかよく眠れました。あれ、どうして僕たち全力疾走してるんですか。思い出しました。お願い、シールちゃん、何とかしてほしいの。わかりました、いるよ、今。お前たちの死に場所でやるぞ。どうしていつも肝心なところでこういう展開になるんですかね。止まった、遅れてる、赤くなってる、トマトみたい。キャッチさん、今のうちに。うん。よーい、待て待て待て、俺もいなくちゃ。愛よ、勇気よ、希望よ。マジカルシュート。弱いやつでやんす。大魔王様の読み間違いでやんす。弱い魔人でよかった。一時はどうなるかと思いましたけど。行こう行こう、ゴー。ちょっと待ってよね。あんたたち大嫌い。嘘。ねえ、何これ、どうなってんの、しんねちゃん。お前ら、ちょっと無駄なことは聞くなよ。何これ、何これ、しんねちゃん、わからないって言ってんだろ。困ったちゃんたち、私完璧、目が覚めちゃったな。超怖い。怒りの風だもん。ウェリーバディオ、イエー。
熱いでしょ、いい君。マジカルプリンセス、ホーリーアーユーティーセレアラーセントフェアリーナビゲーション、かわいいじゃない、ミングクリス、回って回って、これ大きいの、バニカフラー確保してね、まさかジャネさん、生きてる、よかった、あんたたち私を舐めてた、こいつよくもチャチャさんを、あんたたちもね、許してないのよ、あんたたわー、腕をバイヤー、チャ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 ロ、チャチャに当てたらチャチャにはおかねえぞ、いや無茶するな、それくらいどうってことないぜ、シネちゃん、チャチャをしっかり守ってろ、当たり前だ、どうどうどう、大丈夫か、シネちゃん、お前こそ大丈夫大丈夫、いやいやいや、大嫌い、回って回って、とどめでいい、くそ、力が、力が持ち続かない、チャチャさん、力が欲しい、チャチャさん、ほらほら、さっきより大きいでしょ、チャチャだけは守るぞ、おう腕をバリア、いやねえ、そんなことしても無駄なのに、さっきの威力見てなかったの、さっきのよりでっけえな、シネちゃん、ちょびっとな、覚悟できた、投げていい、そう、チャチャ安心しろ、チャチャを絶対俺たちが守る、絶対です、ほーら投げちゃったけど、いやパンチで返してやる、チャチャ、チャチャさん、シーネちゃん、伝わってくる愛と勇気と希望の力が、最後まで決して諦めない強い心が、私の体の中に熱く響いてきた、チャチャリングクリスバーディーノー、チャチャチャ、こっちは防げない、チャチャ、お師匠様、はいはい、よく頑張ったね、シーネちゃん、怖かったじゃん、チャチャ無事なんですね、まさかこんなことになっているとは、私も油断していました、
セラビー先生。これから先に進むためには防御を考えなければなりません。どうやら三つ目の武器が必要のようですね。三つ目の武器？それは、あれや、またコインだ。火山弾の大噴火で傷を負ってしまった私、マジカルプリンセスの3つ目の武器バードシールドを手に入れないとこれ以上戦えないよ。王家に伝わる伝説の鍛冶屋ムーラ・マーサを探し出して作ってもらわなくちゃ。それなのにムーラさんたらバードシールドって聞いた途端逃げ出しちゃったの。次回、伝説のシールドを探せ、お楽しみに。